はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、4月に入ってですね、新年度、ね、新学期、新学年を迎えてますけども、まあ、入社式やね、入園式、入学式をね、今はライブ配信でね、行うところもね、あるみたいですね。まあ、その新しい取り組みがね、行われている中ですよ、ずっと患っている領域からね、僕はなかなか抜け出せないもんですね。まあ、結果的に、要請される前からですね、自粛しているような生活を送ってますので、まあ、こうやってね、動画撮影をしたりとか、家事をしてますけども、まあ、そんな中でね、少しの休憩をしながら、テレビをね、見てたらですね、ニュースでね、こんな街頭インタビューがね、ありましたね。それはね、川沿いの遊歩道を歩いている親子だったんですけども、今は体育の時間です、とね、言ってました。どうやらね、その前年度までの学校の時間割ってあるじゃないですか。その去年やったら1年生やったら1年生の時間割っていうのを、それに沿って子供を行動させてるようなんですよ。これすごいっすよね。朝から授業が始まる前にそのお母さんと一緒に1時間目の、ね、勉強をこう始めるという感じでね、そのインタビューの時間帯は体育の時間帯だったので、外に出てお散歩をしてましたと。ね、そしてね、帰ったらしっかり手洗いうがいをさせて、次の時間割の勉強をさせるようです。いや、考えてますよね。すごいですよね。で、その横でね、お母さんもその在宅での仕事をね、されてるみたいなので、まあ普段お勤めに行かれてるようなんですけども、お母さんもね、子供に合わせて仕事をして、休み時間になったら休憩してといった感じでね、過ごされてるようです。わからない問題とかっていうのはね、その解けない問題があればですよ、お母さんに聞くことができるので、これはね、もうすごい素晴らしいスキンシップだと思います。でもこう中学校高校生とかになったらですね、問題の内容もね、難しくなってくると思うので、もう教えるお母さんのもね、大変になってきますよね。中学校高校になったらね、もうお母さんとそんな勉強はせえへんのかななんて思いますけど、まあ僕もしてませんでしたし、もう大きくなったらね、自分でやりなさいってなりますよね。ほんでね、まあ部活の時間になったら家の前に出てね、トレーニングをすればいいし、学校の時間割に合わせてね、行動させてあげるのはね、いいことですよね。うちの長男もね、そうさせてみます。と言ってもね、まあ毎日学童なんで、家にはいないんですけどね、まあ学童でね、宿題もやってきてくれるし、まあ、それなりにね、学校のようなね、生活をしてくれてます。お友達もいますからね、そちらにね。で、学童に行ってない子供さんなら、まあ、このようなね、タイムスケジュールをさせてあげるのもね、いい方法やと思います。まあ、そのね、随分前になりますけども、何十年にもなりますけども、僕のね、学生時代にはなかったですけども、低学年なら生活っていうね、授業がありますよね。その時間にぴったりなのがね、今のコロナ問題だと思うんですよ。手を洗うね、お話とかね、このバイキンのお話とかもね、それちゃんと教科書に載ってるんですよ。1年生のね、生活の教科書に載ってたんです、ちゃんとね。ね、僕の時代、僕の世代は学校で習ったことないと思うんですけども、今の子らは教科書に載ってる時代なんですね。まあ、保育園とか、子供向けの番組とかね、絵本とかではね、まあ、子供と一緒に見たことがあるんですけども、今はね、大人が見るニュースで手の洗い方をね、大人が大人に説明する時代ですから、まあ、こんな状況やからね、不思議なことじゃないんでしょうけども、まあそんな中、ジャニーズ事務所の嵐の皆さんがですね、手の洗い方の歌をね、YouTube で上げてましたね。こう、歌に合わせて手を洗うと、ね、各衛生機関が推奨するその30秒以上の手洗いっていうんですかね、それをこうクリアできるのでね、しっかりとね、洗えると思います。かっこよかったですよ、こうやって洗うみたいな。もうね、歌ははっきり覚えてないんでね、よう歌わんですけど、なんか踊りながらね、やってましたけどね。まあ、なんか、嵐の人がやったらかっこいいなと思いましたね。まあ、その30秒以上洗ってもなんとなくなんですけどもね、僕ね、二度洗いしてしまうんですよ。洗いすぎですかね。どうなんでしょうね。なんかね、2回洗ってしまうんですよ。一度は洗ったね、この手の泡をね、こう水道でジャーって流して、で、また水をパッパッパッって切ってから、
また石鹸をつけて、でまたこうなんかキースとはね洗ってるんですよ。もちろんまあ優しくですけどね、まあ、1回目でもね洗った気は十分するんですけども、最近までその使ってた石油ファンヒーターの灯油を入れ替える時にね、あの手からその灯油の匂いが取れへんから二度洗いしてたんですよ、その度に。まあ、それは癖づいてしまったんでしょうかね。まあ、普段から手を洗う時もね、最近はこう二度洗いをするようになったんですよ。まあ、でも2回目はほんまに軽くですよ。あんまりね、こう石鹸でこすりすぎたらね、あのカサカサになってしまうしね、まあ、特にね、今僕みたいな体とか、特にあの、まあ、病気する前からなんですけども、美容師し始めてからすごい手荒れがすごくなって、すごい常に乾燥肌なんですよ。乾燥肌、乾燥手、手おかしいな。乾燥肌なんですよね。だからほんまに2回目は軽く洗ってる感じで、もう石鹸の香り付け程度に、泡をね、絡めるくらいなんですけども、まあ、子供に2回はでもね、子供にもね、2回洗わせることがね、うちあるんですよ。石鹸つけてもね、すぐ終わるよ時があってね、もう1回洗いなさいって言ったらね、もうちゃんと洗ってやんかって言うんですけど、1秒くらいしか洗ってへんないのって、ちゃんと洗いなさい見てんねんで、もう何がもうやとか言いながらね、まあね、どこの家庭でもね、こんな会話もね、あるでしょうね。まあ最初にお話ししたその時間割通りに生活している親子もですね、家に帰ったらね、きっとね、こんな会話をしていると思いますよ。まあ時間割のような規則正しい生活はね、健康面でもね、いいことなので、それプラスね、手洗い、うがいといった防護策をね、しっかりね、していきましょう。東京とね、大阪ではね、ゴールデンウィーク終わるまで休校になるところもね、ありますのでね、ひょっとしたらね、これがね、全国的にね、この制度が広がる可能性もありますので、皆さんしっかりね、やっていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。